せーの、アウトドア。アウト。イン。イン。私この間のねインタビューでも言ったんだけど、キャンドルにハマってて今。ああ、そうですね。あの趣味がたまたまインドアの趣味だったっていうことかな。キャンドラーズさんなのね今は。アウトドアのことも全然好きなんだけど、うん、なんか最近の趣味がインドアだからいいな。いいかな。まあ私はもう。いや、いいんですよ。もういいしかない。もう説明なんかしなくてもいいんですよ。説明しなくてもいいよ。いいんです。何漫画ゲーム。漫画、ゲーム、アニメ。アニメ。ザ・イン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 。ほんとに。もうずっといいんだよ、ほんとに。基本的に家でない。ということで、いいんです。うん。はい。あ、私はアウトです。はい、この間もお花見したいって言って、花見しに行ったし、なんか一日ずっと家にいるともったいない気がして、趣味は読書とかインドアなことなんですけど、読書する時も電車の移動中に携帯じゃなくて読書とかそういう風にしてるので、やっぱり出かける方が好きかなって。この間花見行ったけど30分で帰ってた。早っ。でも外にいるの疲れたと思って。そういうことね。人混み、人混み。あ、お弁当作ってとかじゃなかったんだ、うん、ただ見に行って、見に行って、うん、ちょうどね、一緒にいる友達もインドアの人だったから、うん、あ、いいかなって、もういいかって。まあ人混みすごいもんね。そうなんだよね。人も多いからしょうがないです、うん、それも。いや、この子はちょっと言うと、そうなんだけど、私はね、普段はキャンドルあずさをこう脱げば、まあアウトドアあずさになるよね。そうなんだ。60ぐらいアウトのイメージ、私、うん、あ、本当？そうね、その普段の40がね、最近強いんで、そうだね。40が今占めてくるね。40が多い。はい。